中国大好き山田です。今日はですね、こちら焼き豚がなんとスライスされたという高砂さんの方の商品を買ってまいりました。こちらの方ですね、今からまた食べていきたいと思います。なんか順調にこう登録者数も増えてきてるっていうことなんで嬉しい限りでございますけども、ではいただこうと、いただきたいと思います。あ、見てください、これですね、油が少ない肩ロースの方をやったっていう話だったんですけども、こちらの方いただこうと思います。これ油少ないって言ってますけど、結構柔らかくなっててかなり食べやすいですね。焼き豚のこの香ばしい感じも出ててとっても美味しいです。ありがとう高砂。